はい、今度こそ後半戦でございます。どうもなっちでございます。前回の動画見ていただいた方はなんだなんだ、お久しぶりでもないよな。また会いましたね前回見てない方ぜひ見てください。クリスマスになんとかアルテミスを弾きたいと頑張っている僕でございます。まあ木フェスなんでね、木フェスで弾いておかないとあのゴッドフェスに対象にならんので、最近ねここで弾くしかないんですよ。はい、ということで行きましょう。弾きます。先ほどコンビニでレッドブルと海苔巻きのなんかおかきみたいな使ってきました昼飯はどうしたんだよって話ですけど、昼飯はありました、家に。で米と鮭の塩焼き、鮭の塩焼きを食べました。どうでもいいわな。で僕あんまりカフェイン入った炭酸飲料というかさ、そういうまあコーヒーはあんま好きじゃないから、カフェイン取るとしたらまあコーラとかなんですけど、僕はねコーラをね取らないといけない。またお前かよ。もう僕またカフェインをね、僕またじゃない、僕はカフェインを取らないといけない人間なんですよね。偏頭痛結構引き起こすので、カフェイン取ると頭痛にいいらしいので、ぜひね頭痛持ちの方試してみてください。まあ、僕の場合はエナジードリンクを飲んだらなんかその栄養を吸収するために眠くなるっていうね、逆効果っていう、カフェインで眠くなる。で昼寝するとね、で昼寝するとその頭痛くなるっていう原因が、なんか寝すぎるとね、人ってかまあ一部の人なんですけど、脳の血管が膨張して頭痛くなるみたいです。怖くねめっちゃ怖い。脳の血管で、この痛みは脳の血管が膨張してるんだと思っただけでもう怖いんですよ。僕結構そういうの苦手で、血管とかね、そういうなんか脈も自分で測れないんですよね。怖いっていうかな、気持ち悪くてね、自分の体にこう血が流れてると思うだけでも鳥肌立ってあははみたいな。そういう人いると思います。多分なんか似たようなキャラクターばっか出ますね。アポカリプスとかレオニスとか。そうじゃないんだって頼むよ。違う、あなたじゃない弓を持った人。あなたでもなくて、ロビンフッドでもないぐらいかな、パズドラで弓持ってるキャラクターって。なんでこんなクレイマーばっか出るんだろうね。ショーテル全然見ないじゃん。コピスとツバイハンダー前回結構見ましたけど、ショーテルほんと見ないよね。おーいおーい、噂をしたら登場。いやー、ロビンフットね、なんかもうちょっとこうなんて言うんだろうな、アサシンっぽくなんないかな。ハイランダーとかの見た目すごい好きなんですよ僕。あの空腹になっちゃってちょっと残念だったぐらい、あの鎧になっちゃってが残念だったぐらいに、あのアサシンっぽい見た目すごい好きなんで、なんかもうちょっとね、あのロビンフッドさんにもなんかこうスナイパー的な感じになってほしいね。まあ非属性だから難しいと思うんだけど、ちょっと堂々としすぎ難しい注文ですけどね。アルナイルです。機動竜、機動銃もね、追加された時は嬉しかったけどね、最近はそうでもないよね。なんか神様だけ、まあ神様でもいいんだけど、そろそろ新しいキャラクター追加欲しいよね。アテンの仲間というかシリーズでもいいですし、まあ新しい神シリーズでもいいし、もうなんか属性フェスすら関係なくなってきてますね。ヨフニー・アクメンス。あー、スタロト出たよ。出たよ。はい、前回からね数を集計してるんですが、これで出てない木属性の神シリーズがパールバティ、ミカエル、スサノオ、アルテミス、この4人になりました。まずいね、うん、物欲ってのは恐ろしい。クリスマスでも関係ない。
いや、クリスマスって欲しいものが届きますから、そういうもんかなと思ったら、そういうもんでもないんですね。本当に欲しいものはサンタに頼らず自分でゲットしろということなんでしょうか。いやー、ちょっとね、今日背骨模様見ますね。それに、あ、でも血嫁は進化後で出てるか、半蔵見ないね、そういやね。一応ちょっとボックスは開けまして、で、まあ、なんか使えそうかなって思ったキャラクター残してあって、うん、まあだから溢れる可能性はあると思います。はぁ銀玉多いね、赤ずきんね、玉ドラフードかわいいね。これ全部チェックつけてみていい？インドラ出たよね、僕インドラ見たよ。銀玉多いな、全部チェックつけて何パーいくかやってみますわ。あとなんか出ましたっけ、ヘルセウス足すか。チェックつけてみたらね、 26% のキャラクターが出てますね、銀玉含めずですね。ということでキフェスを引いてるだけでこのガチャから出るキャラクター 25% ゲットが可能とね、いうことでございます。銀玉率高えな、もうコーラパンチ食うわコーラパンチ美味しいんだよ、ラムネが最近美味しいんだよ。コーラパンチ食べながらさ、コーラ飲んだらシュワシュワすんのかな、あれってメントスだからなのかな。ファクト出ましたね。じゃあグリフォンライダーあんま見てないんだよ、なんか最近そんな気しません。マリンライダーは普通に出てますけど、グリフォンライダーあんま見ないな。おーい、おーい、なんで今日こんな突っ込まないといけないの いや、コーラパンチのね、このネプチューンとかどっから来てるんだよ。コーラパンチは撮影中に食べるもんじゃないですね。アリエル2体目だし。イエス！イエス！コーラパンチ、コーラパンチ早く溶けろ。喋れねえよ。やったね。あー、成し遂げましたね。後半短い10分ぐらいで終わったわ。はい、ということで、まあね、石の数も、まあ、僕の誕生日に近い状態で終わることができました。僕のお誕生日は2月11日です。日本国と一緒なのかな、建国記念日ですね。はい、ということで、前回が141回だったから、あー、ちょっとこのなんか3体の機械はほっといてください。あ、これ量産型ザクなんで、うん、大丈夫です。10回、20回、30回、35回、前回が40、前回141だったからな、176回、合計めっちゃ回しとるやん。176回で1体だからね。わかります？皆さん、このキフェスとか属性カーニバルでの一点狙いがどれだけ闇かっていうのをね、運営さん、特に運営さん見てますか、これ。今我々が欲しいと思ったキャラクター、これがたとえね、今22体目ですけども、22体所持でございますけどもね、例えば劉備が欲しいから回したとか同じ確率だったら、171体であと1体だよ。これちょっとおかしいんだわな。まあ、劉備はさ、対象になるけどさ、例えばさ、例えば、和神とかも見ないよね。だからそういう一点狙いが最近しにくいと、我は思っているので、ちょっと、ゴッドフェスを来年からは、悔い改めて。うん、ちょっと、周期というかさ、こう、回そう。
西洋神からくる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 。で、あ、次あれだから石貯めとこってなるじゃんみんな。はい、フェス限だけですって、ふざけんなってなるのこっち。で、そうで、結局なんかラインナップ隠して新キャラもなくフェス限5倍とか言われてもさ、イエーイってなんないんだよ。ちょっとね、本当にちょっともうガンホー本社突したいぐらいにこれは思ってること、ここをまず変えてほしい。ちょっと来年はお願いします。それぐらい厳しいです。はい、長引きそうなんで終わります。クリスマスプレゼントありがとうございました。バイバイ。